これよりご講演をいただきますサミエル・ウィリアムズ様は今回11回目を迎えます Ruby ワールドカンファレンス開催にあたりゲストスピーカーとしてお招きいたしましたゲストスピーカーとしてご講演をいただきますサミエル・ウィリアムズ様はソフトウェア工学の新境地開拓を目指す多言語プログラマーとしてご活躍なさっていますコンピュータービジョン 拡張現実プログラム言語といった分野で博士号を取得フリーランスのコンサルタントとして難題を解決することを楽しみとしていらっしゃいます将来の夢は世界を回ってアート作品を生み出すお絵描きロボットを完成させることだということです本日は「エイシングクラナウスルビー」と題してご講演いただきますそれではセミュエル・ウィリアムズ様よろしくお願いいたします と言います今日の話はひどきルビーの話をします。ルビーはなぜ素晴らしい言語なのか初めてこの話をしようと考えた時にいろいろ考えました。そして Twitter で結果を出すとこういうふうになりました。シンタックスというのが一番大事であるセマンティックスライブラリー最後がスケーラビリティでした。 それからマッツもとても大事です。マッツ大好きです。今回ルビーを作ってくださったことまた素晴らしい言語に従ってくださったことをこの機会に感謝したいと思います。ではルビーの異なった側面について見てみたいと思います。シンタクスは大事です。そして最も物理的なところで読み書きに影響するものです。セマンティックスというのは コードについての考え方、ワードがどういうふうに組み合わせるのかということにかかるもので、ライブラリーというのは、より複雑なアプリケーションを可能にするもので、我々が一行のコードでできることの可能性を高めます。では、スケラブリティは何のか、スケラブリティの影響は何なんでしょうか。これを理解するために 言語に対する影響を見るためにまず定義すべきがスケーブリーとは何かということです各のところでスケーブリーというのはプログラムの効率です例えばハードウェアのリソースを2倍にすればプログラムは2倍の仕事を同時に行うことができます理想的には、えー、まあ、比例的に増えるということですそしてイセクラな形で えエクセキューションすることでこういったシンクロナスなプログラムをパフォーマンスを改善することができます複数のプロセスを同時にやることができますそのプロセスの中で例えばこういったエクセキューションの中の3つの1つを行うことができますプロセスというのは同時にエクセキューションするということでそのタスクが同時に行われるということですそれを並列処理というふうに呼んでいます そして一つの制度の中でイベントルークというのがありまして複数のタスクをすることができます。この部分がとても大事なのはアプリケーションがユーザーネットワークのインプットを入れるときです。そしてイベントをこういったそれぞれのタスクのステートの間を見てスイッチします。これはファイバーを使ってスイッチングをしていきます。イベントルートというのはすべてのタスクのスケジュールをします。一つのスレッドのスケジュールを決めます。現在の 確かブロッキングであればイベント力を見てそして他のファイバーがそれを実行することになりますこれを平行処理国家レッースというふうに呼んでいますどうしてスケビリティが大事なのかいろいろな技術的な量もあって大事なんですけど中でも一番大事なのか気候変動ですすなわち効率の高いスケーブルなシステムというのは地球にとって大事です すなわち、できるだけ少ない労働力であるということでありまして、テクノロジーのセクターというのは、えー、炭素、排出量の2%を占めているということがいまして、これを下げるということは、気候変動を下げるに大きな貢献をすることができます。では、もともとの問題であります、スカブリティが影響するのは何なのかというところに戻りまして、スカブリティは実は言語全てに影響をしています。 ではスケービリティはシンタクスにどのような影響を与えるのかよりスケービリティの高いシステムを作るためにはシンタクスを拡大していきますコールバックとか時としてプロミスの中にラップされているそしてその時にアシンクアウェイトのキーワードが必要ですフローコントロールをコベックスコールバックで作ったフローコントロールをやっていきますではシマンティクスでありますが ブロッキングノンブロッキングのオペレーションの挙動を変えるシンクロナスにするすなわちミュータブルなステートを共有させるそれからオブジェクトをインミュータブルにすることでデータが悪くならないようにする劣化しないようにするスキャベリティはライブラリにどのような影響を与えるのでしょうかもしライブラリというのがあまりにもたくさんのアサンプションパラリズムの中でやってコンカレースでやりますとその結果、えー、変な問題が出てくることになります 中でも一番大事な問題というのはこのコードはスレッドセーフなのか安全性というのは正しいコードが働いて複数のスレッドが並列処理されたとしても変わらないということです。Google の Linux のカーネルの中からいろいろなトレードのセーフティのものがあります。例えば Linux のカーネルの100のあるものの中から レネックスのカンデルのデベロッパーというのはいろいろなスケールで見ていくそしてたくさんの問題がその中であるということですでは我々のような死にゆく運命になる人間はどうしたらよいのかでは現在の状況を見てみたいと思いますルビーはスレッドセーフでしょうかではお金の話をしますお金というのはジェムですすなわち金銭的な通貨のおもので ダウンロードしては2300万なされておりますミュータルなミュータブルなハッシュレートで為替を取り扱っています。これでいろいろな通貨の変換を行います。ではその実行について見ていきたいと思いますが、レートストアです。これは為替情報を格納するものです。そしてこのようなメソッドを使ってまして、ハッシュテーブルのアップデートというのはトランザクションを使っておりまして、これまでのところは大丈夫そうです。 次にロッキングを実行するためのコードをご覧いただいております。このメソッドで初めてこれをやった時にブロックというのは適切にシンクロ化されておりましたけれどもしかしながらその中のスレッドが同じパスの中に入ってしまった場合にトランザクションというのがトゥーだったものがロッキングとミューティックスを飛ばしてしまうということでシンクロされていない読み書きというのが出てくる可能性があります。それではこの うまくいかない原因について考えます。スレッド1というのが正しくミューテックスを取る。それからスレッド2が同じカーブの中でやるけれども、ミューテックスをバイパスしてしまう、すなわちイントレンシックというのがトゥルーだからです。その結果としてシンクロされていない読み書きが生じてしまいます。簡単なテストケースで1000の精度がありまして、100のランダムの為替が入っております。ですと VM ロークでありまして、10万の 為替を入れて、最後のところで、きちんとすべて記録されていることがわかります。なので、OK だと。クレーム・ビーム・ロックというのは、トレーディングの問題を隠すことがあります。次に、J ・ルビーでありますが、G ・ベルがないものです。やはり十万の交換率を入れまして、その結果として出てくるのが、十八しか残されていなかった。格納されなかった。これは、データストラクチャーがダメになったからです。 そうしましたら、えー、今度は、ノコギリです。ノコギリというジャムというのは、HTML と関連するフォーマットのパスのためのもので、2億6000万のダウンロードが出されています。ノコギリは CSS のクエリを使うことによって、HTML のドキュメントのレメントを選びまして、内部的にはこれがエクスパスクエリに変換されまして、これはとても、えー、 コストの高いオペレーションでありますのでこのような変換はできるだけ避けたいと考えています。それではキャッシュのアップデートについてその機能を見てみるとミューテックスがこのようなキャッシュきちんと同期化しているのは良い。しかしから、えー、この コードのブロックというのはオフ・オンされて、そしてミュータブルなグローバルステートというのがロックされてないというのは良くないわけです。では、ここはうまくいかない原因について考えてみます。キャッシュオンというのは最初はトゥルーです。スレードの位置のところが現在のキャッシュオンを記録して、そしてこれはフォルスだといたします。次にキャッシュオンの値を取って、これもまたフォルスになります。 1>, 1のところがこれを終えてキャッシュオンのところをトゥルーとして記録しますスライド2がその次に同じことをやるでワークマルというのがキャッシュオンどのような値になるでしょうかその値がトゥルーなのかフォールスなのか結局フォルスと書き込むことになるので完全にダメになってしまうノコギリの中でパフォーマンスに影響が生じることになってしまいますでは次にファラデーです ファラデというのは SPP のクライアントでありましてメドルウェアでシリアイゼーション、タイムアウトなどをやっておりまして1億8300のダウンロードがなされていますではメドルウェアをマネジメントをするときの行動です m u t ク x というのはレイジーな初期化が行われていますレイジーな初期化というのはどういうことなのか アトミックのオペレーションというわけではありません皆さんそう思ってたかもしれませんが基本的にはセクエンシャルに行われるものですその結果として例えばこのようなエグゼキューションとなりますではうまくいかない原因について考えてみましょう c m 2ドライバーのミューティックスをスレード1が チェックいたしましてえそしてパララルに同じチェックが行われます両方ともフォルスであるということで両方ともモニターを作ってインスタントバリアブルをアップデートいたしますえこれはあまりうまくいかないということは皆さんもわかると思いますうまくいくこともあればまた別の場合にはレイジーな小企業というのは複数のスレッドによってエンターされてしまいます ではラックの話に移りますラックというのはブリッジでありましてアプリケーションとウェブサーバーをつなぐものでありまして3億2200万のダウンロードがされましたセッションというのはグローバルなビュータブルな状態でありましてユーザーがログインしている人のかそれともアドビンなのか管理者なのかが分かりますセッションマネジメントのコードはこのように書かれますこのメソッドですがコメントセッションというのはセッションの ID をを割り振れてグローーバルルなポールに出すすすすもものですを生かすためのものででかためデリートセッションというのは扱われていないセッションの ID を消すんですけれどもそれを保存しないことになりますライトセッションがセッションの ID を使いましてグローバルのハッシュテーブルに入れます では、これがうまくいかない原因について考えます。スレッド1が現在のセッションをディレイといたしまして、新しい ID を作り、そして同じセッション ID が生成されまして、1の本が新しいセッション ID のところにスレッド1が来ます。2のところがこのデータをオーバーライトいたします。で可能性としては、ユーザーのログインとがスイッチされてしまうことになります。幸いなことにこういった状況というのはあまり。 実際のプロダクションのアプリケーションでは起こりにくいというのがまあ幸いといえば幸いです。では、Redis です。Redis のジャンムというのは Redis のサーバーとにアクセスするもので1億1700万のダウンロードがあります。Redis というのはパーソレードのコマンド Q となっておりましてパープライニングをやるためのものです。では、クラウンドのインプレメンテーションをご覧ください。 全ての機能というのはシンクロナイズメソッドを使うことによって1つのスライドだけが1回にコネクトすることができるほとんど全ての機能において、えー、旧メソッドというのはロッキングというのが、えー、アンダーライブのハッシュテーブルに追加するところでは存在しません、えー、追加ですがハッシュテーブルというのはデフォルトのコンスラクターでありまして、えー、リードをライトに変えます <laughs> したがってこのオペレーションがロッキングがないということでもしかするとレードライトというのがシェードハッシュテーブルの中に入るそして異なったスレッドから使うことを起こすこともありますではうまくいかない原因はスレッド1とスレッド2というのは両方ともアイテムを9に追加しますスレッド1は ハッシュテーブルのバケットを計算してアイテムの中にインサートします2の方がハッシュテーブルを取りがーたしましてリサイズしますこの計算の中でスレッド1はもうインバリドになってしまうそしてこれは Ruby をクラッシュする原因にもなるぞというふうに言われたことがありますでは Ruby です Ruby というのは皆さん Ruby は何か知ってますよね バックトレースです。私のプログラムのバックトレースはこんな感じです。デッドロックをリポートしてますけれども、私のコードというのは別にロッキングをやってるわけではないのにこんな感じになってしまう。実はバグがあったんです。Ruby のインタープリターのバグでした。Ruby インタープリターというのはロックを取って、そしてユーザーコードというのがこのような同じロックを 獲得することを可能にしてしまいますロックを2回取ることはできないこれがロック2回やるとデッドロックになってしまいますそれを解決するソリューションとしてアミュニティックスがアンロックされるということですユーザーコードを呼ぶときにアンロックするでもなかなか難しい問題ですそこでもう一度聞きます Ruby スレッドは安全ですか ミューーテッックススですスレッドセーフだ残念ながらソースコードの解析をしますとたくさん間違いマルシェアサンプションも間違いがたくさんあるということが分かりましたではどこにソリューションがあるのかノード JS ノード JS だではノード JS についてちょっとインスピレーションをもらってみましょうエンドユーザーがシンドスレッドのイベントドリブルのアーキテクチャ でこれをすることでトレードセーフティの問題は解決するスレッドがないからだスケールアップするときにはプロセスごとにインスタントは1つだけであるからですでは別の例ですウェブページをイベントドリブンのコールバックでどういうふうにフェッチするかを書いていますまず最初にリクエストをして URL の特定をしますそしてコールバックを提供するレスポンスを受けたときにこれを作ります えー、そして、これをアキュメレートします。最終的には、我々はコールバックを特定し,します、えー。そして、何回 Ruby がこの GoogleSearch の結果の中で言及されているか、それをプリントアウトします。また同時にハンドリング、エラーのハンドリングのコールバック、これも必要です。これ、書くのはそんなに簡単ではないと言えるかもしれない。読むのも簡単ではありません。 そして理解するのも大変です。じゃあ、アシンク、アウェイトはどうでしょうか、えー、これが全ての問題を解決してくれるのでしょうかここに同じ例があります。ただし、コールバックをプロミスにラップしなければなりません。ここにあるのがメインロジックです。ここでページのリクエストをします。我々は明示的に行動を定義します。 それは非同期になります。アシンクのキーワードを使うことでです。そして、この手法を非同期にする。そうすることで、すべてのコードをアップデートします。そしたら、今度はここでアウェイトのキーワードを追加します。これは改善なんでしょうかじゃあ、Ruby はどうでしょうこれが同じ例です。Ruby での例です。 リクエストをしますそしてボディを戻すとこれで終わりとってもシンプルですただしそんなにスケーラブルではありませんなぜかというとこれはブロッキングのオペレーションだからです多くのスレッドをサチュレートするのは容易ですそれが起きたらもうそれ以上作業ができなくなってしまいますファイバーはどうでしょう また同じ例があります。ここでは非同期のファイバーを使っています。まず我々のタスクをアシンクブロックを使ってスタートします。そしてインターネットをインスタンシエートします。その後コードの残りの部分、これは前とほぼ同じです。これもまだシンプルです。しかしながら同時にスケーラブルでもあります。 このコードは今日 AsyncGem,Ruby の AsyncGem を使って実行することができます。ここでのコアのアブストラクションはアシンクロナスなタスクです。これがファイバーベースのコンカレンシーを提供します。タスクは上から下へと同期して実行されます。従って、プログラムロジックを変更することは必要ありません。オペレーションをブロックすることによって コントロールをディアクターに戻すことができます。そして他のタスクをスケジュールします。シンクのコアは1000行のコード1000行未満です。非常に良いユニットテストのカバレッジとなります。最近私はアシンクを見た私のプロジェクトの一つとしてノンブロッキング I/O からのベネフィットだと考えた。本当にうまくデザインされている。 これはマッチニックが言った言葉ですアシンクは今も成長しているスケーラブルなコンポーネントのエコシステムですここにはポストグレッズレディス HTTP そしてウェブソケットが含まれていますまた同時に プロリクエストがあって、これによってイベントループをサポートします。これはパースレッドのベースで Ruby 内でサポートされています。そうすることで最低限の変更で既存のコードにアプローチをし、拡大することができます。今、これに取り組んでおり、そのことを私も感謝しています。もし皆さん自身やってみようと思われるならば、オンラインのチュートリアルがあります。 アシンクに加えて、私はファルコンも開発しました。これは純粋な Ruby の Web アプリケーションサーバーです。これは http1 と http2 をサポートしています。ゼロコンフィギュレーションでです。ローカルホスト開発環境の中で皆さんにそれを提供しています。また、プロダクションに使うこともできます。 このようにコンカレンシーをリクエストするそのリクエストあたり1つのファイバーを使うだけです。CRuby、JRuby、TaftRuby といったものがあります。これをサポートしています。これはスケーラブルでしょうか他のものと同じように使い方によってはスケーラブルともなりますさまざまなマ,クロマイクロベンチマークがありそれがうまくいくことを示しています特にノンブロッキングのオペレーション例えばデータベースのクエリのような場合そうです。 アシンクは正しいモデルであるというのはウェブアプリケーションはほとんど常に IO バウンドだからだ RubyWeb のエコシステムは本当にスケーラビリティに欠いている WebSockets 例えば Puma の WebSockets のようにアシンクは次のスケーラビリティのティアをアンロックするブラインポールですじゃあこれはレールに使用できるのでしょうかはいラックに対応しています また同時にインタラクティブなオンラインのチュートリアルがファルコンについても用意されていますでは次のステップは何でしょうかそれは皆さん次第ですコミュニティですぜひ使ってみてくださいそして私にフィードバックをくださいビジネスの皆さん ぜひ、この重要な作業にサポートをいただきたいと思います。また、GitHub スポンサーを使うこともできます。これもエキサイティングです。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで会場からのご質問を受けたいと思います。 質問のある方は挙手をお願いいたします。という前にもう手が挙がっていました。<laughs> はい、では前の方お願いします。ありがとうございます。ご講演誠にありがとうございます。えっと私からの質問なのですが、えっとご講演の中で。 スレッドの安全性を考えるという議題の中でノコギリ、ファラデー、ラック、レディウス、そしてルビーがそが挙げられておりそれぞれ多くのダウンロードが存在するソフトウェアでありますというふうなお話をしていただきましたがこれらノコギリ、ファラデー等 今回の話題、議題で選定した理由、そういった選定基準というものはどういったものがございますでしょうか最初にこの問題にアプローチをしたときに、私は人々がジェームズ・ 使っているジェームズを見るのがいいなと思ったんですそこでまずダウンロードしました Ruby ジェムをダウンロードしましたダウンロードケムこれをオーダーしました、えー、1万のジェムがありましたそしてデスクトップに、えー、プ,プリンタダウンしましたそれからまたコードの解析を行いましたスレッドの安全性に関してです上から下に順番にやっていきました、えー、皆さんまたと同じように質問があったら皆さんどなたか ジェムをここにいる方の中でジェム私の言ったジェムを使ってないという方いますか私が列挙したジェムを使ってないという人手を挙げてください何か皆さん何らかの形で、えー、影響を受けているということですよねなので私のゴールとしては皆さんの既存の状況と関係づけるということをしようとしたんですなのでこれらを選びました。<laughs> ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ご質問いただきました。他にご質問ございますか。はい、あの中央の方からお願いいたします。えー、スレッドのセーフティーという話がありました。えー、また同時にファイバーのお話もありました。 あなた、ファイバーの安全性に関してはどう思ってらっしゃいますかそれはあるんでしょうかそれともないんでしょうかそういうものはファイバーの安全性というものはないんでしょうかスレッドとファイバーを結びつけると、スレッドセーフティの問題がファイバーのセーフティの問題になります。例えば、ログをアクワイア獲得したとします。そしてファイバーを使って移導する。そうすると 次のところでやはり同じログを得るとするそうするとこれによってデッドロックになってしまうということがありますからファイバーの安全性の問題も出てきます簡単なあ答えはスレッドが問題を作っているまあミューテックスを使う使い方これによって、えー、も影響を受けますなのでパフォーマンスの問題ももちろんあるかと思います今の質問に対してもしファイバーを隔離することができればそれでもやはり 同期に関連した問題はあるんですがしかしながら今プログラムに問題を与えるようなことは起きないということですただファイバーとスレッドを結びつけるとこういったあのスレッドと同じような問題が起きてしまいますなのでシルビーの場合ファルコンシルビーを使うということがあるかと思うんですファルコンにスレッドがなければ問題はない なので一部の問題を回避することはできるんです、えー、小市さんが言られたようにゴールとしては行動をスレッドから隔離すること、えー、アイソレートすることです、えー、そうしたらファイバーの安全性の問題もスレッドの安全性によって影響を受けることはなくなるということですありがとうございました隣の方ではい、手がかがっておりますがいかがですか 先ほど、あ、いいですね、ねよろしいですか。はい、他にご質問ございますでしょうか。よろしいですか。あ、はい、手が上がりました、こちらです。あ、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 あ。お聞きしたところ。ファイバーは。そんなに早くはない。 と聞いていますおそらく笹田光一さんがおっしゃってたんだと思うんですで、私が思いますにファイバーのパフォーマンスがファルコンにとってもエーシンクジェムにおいては重要だと思うんですが何かこれについてお考えありますか ファイバーをどうやれば改善できるか私の話の中で Ruby、えー、のカンファレンス台湾で、えー、話をしましたその中で私はいくつかのインプルブメント Ruby におけるファイバーの実装に関する改善についてお話をしましたあアセンブリーカードそういったものに関してお話をしましたもう一つ面白いのは、えー、我々、えー 実際バルクでアロケーションすすることがあります例えば1万のファイバーをアロケートするその時にコードオペレーティングシステムが例えば1万、えー、になるとそうするとここでオペレー OS とのコミュニケーションを減らすことができますでもちろん1つの OS で1つのスレッドであれば比較的これスレッドの場合1対1なんですがファイバーの場合には スレッドよりもずっと効率が良いんですこういったことこれルビーの2.7では実現されています、えー、なので、えー、例えば100倍の改善が得られるというふうに考えていますここで改善していますなので、えー、かなりですねその問題については2.7では改善されるというふうに考えています他にございますでしょうかはい前の方にマイクをお持ちしますのでお待ちくださいね Could you, um、説明していただけますかファイバーもしくはアプリケーションでスレッドを考慮して書いたものえそれをエシンクロナスにえコンバージョンするのはどのぐらい難しいんでしょうかあなたのご経験ではライブラリー平均どれぐらいいりますかいいくつつかまこれについて シンクククワワしてて受け入れいる人がいます私たちもディスカッションしたことがあります。えー、その実際に実装ということを考えた場合ライブラリーをユーザーが使うために実装する時に2つの部分があると思うんです。えー、純粋に インターフェース、ライブラリーのインターフェースのところ、データベースのレイヤーとデータベースのサーバーのコミュニケーションのところです。これはプロトコール特異的です。それから、それの上にさらに、え、シンクロニシティ、非同期性が存在します。この2つを分けたとすると、えそうしたら、多くの実装の中で、プロトコール HTTP1、 そしてプロトコルに HTTP2 非同期でやっていくということでレードアプローチで行うことができますそうすれば実際スレッドを非同期性の中で採取することができます今の質問に関してですが問題はそのライブラリーということで少しプロトコルなのか インターフェースなのかそれともコンカーレンシーなのかそのあたりが少しちょっと曖昧になってきますなので状況によってはそこのところが非常に曖昧になってくることがあります、えー、もちろん、えー、我々成功したところもありますが、えー あなたのエンジンの場合には少しシンプルだと思うんですそして実際その変更をサポートするのは容易になってくるかと思いますまだ結論が出ているわけではないただですね少しもしマチュレーションができれば簡単になるでもレイヤーのバイオレーションがあれば難しくなるということでありますそういった状況ですありがとうございました それでは時間になりましたので質問の方はここで終了とさせていただきたいと思います他にご質問のある方は後ほど名刺交換をしていただきまして個別にご質問くださいルビー色のブーツがとっても素敵なサミュエル・ウィリアムズにご講演いただきました皆様大きな拍手お送りくださいありがとうございました もっと、きのうの,あのレセプションの時にもですね T シャツの景品としてプレゼントもしてくださいました、はい、ね T シャツもね持ってきていただいたり、なんかいろいろとか袋を持ってらっしゃって、その中からいろんなチョコレートが出てきたり、ねなんかあのサンタクロースかなと思いました。はい、でも今一度なくお送りりださいいありがとうございます。